あ、ごめん。動画撮っていいですか？やだ、いいよ、もうそんなのばっかり。じゃあ、アンザは映さない。いいよ、もう。じゃあ、アンザは映さない。分かったよ。呼んでるから。はい、ヘイトボーンプレジェントでーす。メタリゼーション終了しました。イエー、お疲れ様です。ありがとうございました。いや、久しぶりの東京のライブでしたけど。東京じゃないでしょ。まあ一応川崎ですけど、東京リリースして初の関東のライブだったんですけれども、広いステージでね。広いステージで。どうでした？いや、気持ちは良かったんですけれども、まだまだなんかいろんな課題が見えて、またまた前進していきたいなと思いました。なるほど。反省ですね。いや、自分なりの課題が見えたんで、ダメだったんですか？いやいや、ダメではなかったんですけど、もっとこうしようっていう欲が出ましたんで、頑張りたいと思います。もっと上を目指してね。上を目指して。次回は11月の30日の30日ですね。仙台で1時間ステージなんで、新旧織丸ゼナガのセットリストを組みたいと思いますので、皆さんまた仙台で会えることを楽しみにしてます。今日はありがとうみんな。ありがとうございました。